としやすいと思いますよ。そうですね、組み立ては本当にしやすい、はい、今日の涌井とのコンビです。あ、最後は外、まあ、球速145出ましたんで、ちょっと涌井も最後力入れたでしょうか。今の決めにいってるストレートですね、フォーシームですね。このコースでした。そして今日は体重移動どうでしょうか。ちょっとずつなかったはい、またちょっとね、横からの方もご覧いただきながら、はい、今のスクールでしたね、はい、あ、これ見逃し三振でした。最後ちょっと動かす球でした、はい、136キロキレのあるボールでした。4回最後は外いっぱいのところでした。見逃し三振です。はい、サインが決まりました。これも吉田正尚と同じような感じになりましたが、もう首を振って最後スライダーで三振を取りました。今日10個目の三振を取りました。そして変わりますか。ここで三木監督出ます。ここで交代ということになりました。だから嫌なんですよね、こう途中で変わるのはなんか 嫌なんだと思いますよ、ランナー残してね、ただ鈴木さん、ベンチに下がる涌井に7っていうのが2試合あるんですけどね、今日それを上回る10個の三振を取りました。この回終わるまで。